ユニクロ2022年モデルヒートテックボームイージーパンツ、標準丈はこんなサイズ感です。着丈短め、着丈長めを選んだ方はこれにマイナス5センチまたはプラス5センチして考えてください。星マークがついている XS サイズと XXL、3XL サイズはオンライン限定の商品となりますのでご注意ください。このシリーズの定番、ブラック、ナチュラル、ネイビーのカラーに加えて今年は差し色でグリーンが登場しました。去年、一昨年とヒートテックウォームイージーパンツのレビュー動画出させていただいてるんですけれども、去年の形はね、正直ウエストから太ももにかけてのシルエットがボテッとして太く見えた。一昨年のストレートな形の方が断然綺麗だったんです。だからね、今年本当にどうなっているのかなというので期待しているのと不安なのが入り混じっているんですけれども、このサイズ表を見る限り去年よりもちょっとだけコンパクトになってる。それでは早速現物を見ていろいろと調べていきましょう。着用する前にまずは2022年モデルどこがアップデートされているのか見ていきましょう。変更点1つ目、後ろ身頃のポケットが両方つきました。去年までは右側のヒップにしかついていなかったポケットが今年はダブルでついています。すごく細かい個人的な意見なんですけれども、私左手でスマホを見ることがすごく多いので、そのままそのスマホを左後ろのポケットにスッと入れられるのはめちゃめちゃありがたい。続いて変更点2、ウエスト後ろ身頃表にゴムが見えなくなりました。カジュアル系で着るためのヒートテックウォームイージーパンツがこんなにも上品な印象に仕上がってきました。見て、細かくタックを入れることによって綺麗なウエストラインが仕上がっています。去年までは後ろ身頃ががっつりゴムですって主張が強かったので、綺麗めに着ようとしてもトップスをインするスタイルになると後ろゴムがやや気になっていた。今年はもうそんな心配はいりません。パンプス合わせてガンガン綺麗に着ちゃいましょう。さあ続いて変更点3つ目、後ろ身頃ポケットロックファスナーを隠せる仕様になりました。いいですね。ウエストラインと合わせてこのロックファスナーが見えてるか隠れてるか、この一つだけ取ってもカジュアル度、上品度変わってきます。これだけ手間がかかる仕様にアップデートされてるのに価格は3990円、お値段据え置き。ユニクロさんありがとうございます。アップデートされている点とともに変更点がないよっていうところも見ていきましょう。まずはウエストの斜めに入るカットから自然にポケットのラインがつながる仕様、これは変更されていません。前ポケットがロックファスナーなのも去年と同じ仕様です。今年のロックファスナーは去年のものよりも少し大きいサイズのものを使っているようです。この後去年のモデルと比較しますので、その時にサイズ感違うのをぜひご覧ください。続いても去年から変更点がない部分、右ポケットの奥の方をご注目ください。そうなんです、ミニポケットが今年もついています。去年からこの仕様は継続です。何を入れるのかっていうのはちょっと私わかんないんですけれども、ポケットの中にまた小分けのポケットがついているっていう、しかも右側だけです。後ろのポケットにもこの仕様はないので、前ポケットの右側だけについている仕様です。商品紹介ページにはこういった細かいポイントまで書いてないことがあったりするので、ユニクロは着てみて初めて気づくってこともあります。変更点なし4つ目、フロントのボタンが内側に隠されている仕様になっています。表に出ていたスナップボタンが去年仕様変更で隠されていたのはすっきりしていていい印象だったので、私としてはこの仕様は丸。はい、開いてみると今年も内側の調節紐は健在です。ただね、ウエスト周り結構タイトなので、ジャストサイズを買えば調節紐はいらないかもしれない。やっぱり大きく変わったのはこの部分。もう一回言いましょう。後ろ身頃ウエストはしっかり伸縮します。そう、この綺麗に縫われている状態でもゴム入ってるんです。こんなにすっきりしたシルエットなのにゴム入り。はい、変わってない一番大事なポイント、商品名の通り内側はヒートテック機能付きのフリース仕様、吸湿発熱保温機能持ってます。ユニクロの断パンってしっかりと機能性があって肉厚なのに細く見える。見て見て、しっかりと足首ギリギリまでフリース仕様になってます。
3サイズ並べて着丈の違いも見てみましょう。着丈は5センチずつ違っています。丈短め、標準丈、丈長め、こちらの3サイズのご用意です。この後パンプス合わせ、スニーカー合わせ2通りで実際に着てみて動いている動画があるんですけれども、着丈1つで全然印象が変わってくるので購入する際の参考にしてみてください。さあさあ、今年のアップデートされた部分が分かったということで、去年のモデルと比較をしてみましょう。ここまでの前置きがあったからめちゃめちゃ分かりやすいでしょ。ウエストとロックファスナー、違いをご覧ください。並べてみるとやっぱりいいですよね。今年のバージョンはこのゴムの仕様が見えてしまうと、どこかちょっと芋っぽさが出てしまうと思うんですけれども、このスタイリッシュなスッとした感じ、このラインが2022年モデル。あー、やっぱ最高。表だけじゃなく裏も見てみましょう。もう全然印象が違いますよね。肩やスポーツ系のウェア、もう一方はブラウス合わせで会社にも着ていけちゃうんじゃないのっていうぐらい綺麗めな後ろ身頃のデザイン。お気づきでしょうか、ポケットの仕様が変わったことでヒップラインの切り替えがなくなったんです。去年の形は上向きにアーチがかかっていて、お尻がちょっと大きく見えちゃってたんですよ。少しでもシュッと見せたいじゃないですか、小尻に見せたいじゃないですか。だからこの仕様変更はありがたい。それじゃあ着てみますか。ヒートテックウォームイージーパンツ、丈標準69センチから71センチ、色はブラック、オンライン限定の XS サイズを購入しました。さあもう私、皆さんの前でくるくると右に左に回っておりますが、一番最初はスニーカー合わせです。予想していた通り、ヒップラインから太ももにかけて、同じ名前の商品だとは思えないぐらいシルエットが違います。生地に余りが出てない。お着替えの時も説明しましたけれども、今年は正直内側の紐いらないんじゃないかっていうぐらいウエストのフィット感が半端ないです。スニーカー合わせでももたつきがなく、すっきりした印象に着ることができました。今まで丈短めをあえて選んできたんですけれども、標準丈でくるぶしがちょこっと見えるこの感じ、嫌いじゃないかも。まずは完売する前に標準丈購入してみようと思ってポチったんですけれども、これを着てみた後に実は丈短めと丈長めも追加で購入しております。動画の一番最後で実際に3サイズ履き比べてみて、着丈の違いでスニーカー、パンプス、同じものを履いてどれだけ印象が変わるのかっていうのをご覧いただきたいと思います。さあ続いてはパンプスに合わせてみました。いやー、もうほんと去年の落胆があっただけに、ヒートテックウォームイージーパンツお帰りなさいっていうぐらい綺麗なシルエットで仕上がってる。もしかしたら一昨年の一番私史上綺麗だと思っていたあのシルエットを、いや超えてますね。2022年モデル、これはもう冬の美脚パンツナンバーワンに決定です。去年の断パン動画でも私言ってるんですけれども、ユニクロのシーズンものって同じ商品名でも必ずアップデートしてどこかしら変更点があるので、これが気に入ったっていう形が自分の中でもう見つかったらまとめ買いするのが鉄則です。来年も同じ形とは限りません。特に私と同じミニーちゃんサイズ XS サイズを狙っている方は今すぐユニクロオンラインでポチってください。今回のパンツの感動ポイント、ウエストのラインとヒップ周り、改めてアップでご覧いただきたいと思います。前ポケット、後ろポケットともにしっかりとホールドできるロックファスナー。ロックがかかるのでカチャカチャ音もしないし、しっかり締めておけば物が落ちる心配もありません。もう一回言っていいですか、後ろのこのウエスト周りの感動ポイント、すっきりとした印象で、ゴムが入っていてもたつきがある印象にもなりません。すっきりしている。ウエストから腰に向けてタックも入っているのでヒップも小さく見えます。ポケットは右左両側についています。ロックファスナー、ちょっと私これ隠し忘れてますけれども、クリッと中に入れ込めばファスナー見えなくなりますので、もっと綺麗めな印象に仕上がります。こんな感じでトップスをインするコーディネートも楽しむことができる2022年のヒートテックウォームイージーパンツダンパンポイント紹介でした。着丈3サイズ比較動画、まずはスニーカー合わせから。
標準丈と丈長めは正直そこまでの違いがあるようには感じないんですけれども、着丈短め、これはもう確実に違いますね。丈短めっていうよりはもうどこかサブリナに近いくらいの着丈の短さな気がします。こうやって3つの着丈のものを並べてみると、標準っていうだけあって、やっぱり真ん中の丈標準が一番使いやすい長さなのかなっていうのも改めて感じました。どのぐらいの着丈感でスニーカーに合わせたいかご参考まで。さあ続いてはパンプスにも合わせてみました。本当に申し訳ない、編集している時点でやっと気づいたんですけれども、着丈長めのものがですね、右足だけ若干今日つり上がっちゃってます。なので左足の方だけ参考にしてみてください。パンプスに合わせると丈長めだと若干長すぎるような印象もあるので、これも丈標準かもしくは丈短めの方がスッキリとした印象で着用できるんじゃないかなと思いました。スニーカーよりも足首の出方が分かりやすいので、丈が5センチ、されど5センチ、その5センチにこだわってどのサイズがいいか選んでみてください。以上、2022年版ユニクロ短パンレビューでした。いやー、それにしても今年の短パンは完璧でした。毎年ユニクロの中では一番楽しみにしている商品なので、来年も必ずレビューします。この動画が皆さんの短パン選びの参考になれば幸いです。それでは最後まで動画ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。